清人です。若手エンジニアの生存戦略っていうことで、どうやってエンジニアになった後にキャリアを伸ばしていったらいいのかっていう話をね、今日はしていこうと思います。エンジニアになってね、もう間もない方であったりとか未経験の方っていうのは、そもそもまあどういうキャリアパスがあるのかっていうのがね、イメージしにくいと思うんですよね。今回ぜひ知ってていただきたいのがですね、エンジニアのキャリアにはいくつかね、この大きな壁があって、それを乗り越えていく必要があるっていうことなんですよね。で、そのね、壁をね、乗り越えれずにね、エンジニアのキャリアはね、やめてしまったりとか、もしくはつまずく方ってね、まあまあ結構たくさんいらっしゃるんですよ。なのでね、事前にどういう壁があるのかというのを知っておけばね、まあ対策できるわけです。ぜひね、この壁のことね、知っていただきたいので、エンジニアのね、キャリアパスには、まあそもそもどういう風なキャリアパスがあって、それぞれのフェーズで、まあどんな壁があって、それをどう乗り越えたらいいのか、でそれぞれのフェーズごとのね、基準年収とかをね、今日はお話ししていくので、ぜひね、実務の1、2年目の方であったり、今からね、エンジニア目指している方というのはね、最後まで見ていっていただけるととても嬉しいです。エンジニアキャリア戦略論の第14回目、スタートです。今回からね、エンジニアのキャリアアップ編に入っていきます。早速、キャリアパスから見ていきますね。キャリアパスは、ジュニアフェーズと、シニアフェーズに、まあ、大きく分けて今回考えていきます。で、実はこのジュニアフェーズと、シニアフェーズの間にね、大きな壁があるんですけど、まあ、まずは何はともあれね、ジュニアフェーズから見ていきましょう。で、ジュニアフェーズはね、まずどういう風なフェーズで、ね、進んでいくかというと、まずは、指示を仰ぎながらタスクをこなせるようになる。で、指示がなくてもタスクを完遂できる。で、その後ね、プロジェクトの、まあ、少人数の規模ですね、数人程度の規模のプロジェクトの中核を果たしたりとか、チームリーダーになったりするっていうようなね、パスで基本的には進んでいきます。で、その数ごとの、ね、年収としては、ここのあたりが300万円台、この辺でね、指示がなくても自分で仕事ができるように、まあ1、2万状態になってくると400万円台、で、その中にもね、自分なりの強みとかが出てきたりとかね、頼られるようになってくると、で、プロジェクトの中核とかチームリーダーとかやれるようになってくると500万円台というのが、まあ基本的な相場かなと思います。で、ちなみにこの年収はね、自社系のね、ウェブ開発企業の年収の平均的な年収で考えております。まあもちろんね、これもね、上の企業企業もあれば下の企業もあるんですけど、まあ、平均的なところを取ると、まあ、こういうところかなっていうところで今置いております。で、それぞれのフェーズごとにおける壁はですね、まずね、一番最初の壁はね、自走できるかっていう壁ですね。この指示を仰ぎながら最初タスクをこなす段階なんですけど、この最初のね、半年から1年ぐらいの壁ですね。ここがね、まあ、めちゃくちゃでかい壁になりますね。大きな壁の一つですね。で、これはね、まあ、正直多くの方が苦しむし、僕もね、一番この時期が辛かったです。で、これ何かっていうとですね、まず実務に入ると知らないことだらけ、できないことだらけなんですよ。でもその中で自分でやらないといけない。さらにね、今までの自学自習の時とは違って、プロダクションのコードっていうのはめちゃくちゃなコード量があってね、もうなんかコードの迷路みたいな感じなんでね、そういう中でも既存のコードをしっかり読み解かないといけない。さらにずっと一日中パソコンの前に座ってやるので、そもそもそういうのが、向き不向きとかもあるわけですよ。で、そういうところをね、乗り越えていく必要があるわけです。僕もね、このフェーズは結構辛くて、で、1年ぐらいかかりました。1年ぐらいかかって、あ、全然自分できないなっていうところから、あ、ようやく一人でもね、ちゃんとタスクできるなっていうところになりました。で、この自走できるかっていう壁を乗り越えるポイントはもう、3つです。一つ目はね、まずは目の前のこの使用している技術についてしっかりとね、技術レベルを上げるということですね。ちゃんと丁寧に学んで、そこに集中してね、しっかりと技術レベルを上げていくと。で、二つ目は、全体感を、システムの全体感をね、ちゃんと押さえておくっていうところですね。どんな技術を使っていて、それはどういうもので、そしてどういう流れで繋がっているのかっていう全体を押さえていく。これをね、全体を押さえていないとね、結局例えば障害が起きたとかしてもね、どこで問題が起きたかわからないみたいになっちゃうので、まずはここをね、ちゃんと押さえておくっていうのも同時に大事です。で、三つ目は、基礎技術をね、習得するところですね。特に、アプリケーション以外の場所だとデータベース、SQL とか、あとは Linux ですね。こういったものやってないと、実務でやっていく上でね、不便というか、まあ、全然実務こなせないので、ちゃんとこういった基礎のね、技術のところもしっかり習得していく必要があります。で、こういったのをね、丁寧に一つ一つ積み重ねていくとね、で、ある水準まで達すると、今まで、ああ、全然できないなって思ってたのから、ふとある瞬間にね、あ、自分できるかもって思える瞬間がね、来るんですよ。視界が、ね、開ける瞬間が来るんでね、もし今ね、苦しんでる方いらっしゃったらね、ぜひね、そこまではね、なんとかなんとかしかみついてでもね、頑張ってほしいなと思ってます。はい、で、次の壁に進もうと思うんですけども、この指示がなくてもタスクをね、この壁乗り越えて自分でね、完遂できるようになったと。で、するとね、次ね、このプロジェクトの中核とかね、なっていくところの壁はですね、
技術への興味が続くかというところと、能動的に動けるかっていうのがね、また壁になってくるんですね。で、このまず技術への興味が続くかっていう話なんですけど、意外とね、技術への興味がね、続かない方っていらっしゃるんですよ。もう、なんか会社員として普通に仕事こなしますみたいな。で、そういう状態だと技術レベルがあまり高くならないので、難易度の高い仕事っていうのをその人に任せることはできないんですね。で、結果、低水準の、まあ、そんなにね、難しくないことだけやるので、年収もね、上がらないという形になっちゃいますと。で、これをね、乗り越えるポイントはもう一つで、技術に真摯に向き合い続けると、技術に興味を持ち続けるというね、もうこの一点に限ります。でもね、真面目にコツコツと、学習していくと。でね、大体実務でその特定技術使って3年ほどやればですね、一定の技術力水準までね、技術って行くんですよ。で、そこ行けばね、結構難易度の高いタスクであってもね、その技術範囲であればね、ちゃんと使いこなせるようになってね、なるわけですね。で、そうすると、こういった難しい方のね、多少ね、スキルが必要なところのね、プロジェクトの中核も任せてもらえたりもしますし、で、市場価値も上がって、転職もめちゃくちゃしやすくなりますし、またね、副業とかしてもね、時給単価5000円とかがね、普通にもらえるようになるわけなんですよね。で、僕はね、エンジニアをされるのであれば、このフェーズまではね、めちゃくちゃおすすめしています。ここの、ちゃんとね、500万円のフェーズというかね、プロジェクトの中核を任せてもらえるぐらいの、技術水準まで行くとね、市場転職も楽だし、副業でも楽だし、キャリアがねめちゃくちゃ楽になるんですよね。なのでね、僕はね、ぜひねエンジニアしている方はここのフェーズまではね、これはねちなみに自然努力していればね来れるフェーズなので。きっちり努力さえ続ければできることなので、ここまでは僕は強くお勧めしています。で、もう一つの壁の能動的に動けるかっていうところなんですけど、これはね、仕事ね、意外と指示待ちの方が多いんですよね。やっぱ指示されるだけだと与えられた仕事しかできないので、そういったね、リーダーを任されるとかね、中核をなすとかっていうのは難しいわけなんですよ。目標に対してね、課題に対して自分から能動的主体的に考えて、アクションを起こせる。それもね、自分のことだけに対してじゃなくて、チームのことにまでいけるっていうのがね、ここでのポイントになります。視点をね、自分のことから、チームの目標をいかに達成できるかという方に切り替えていくわけなんですよ。で、この切り替えができれば、数人規模のね、チームリーダーを任せてもらえたりすることもね、できるようになってきます。はい、ここまでがジュニアフェーズの話で、ここからね、シニアフェーズのお話に移っていこうと思います。でね、ジュニアフェーズとシニアフェーズの間にはね、大きなね、壁があるんですよ。で、この壁が何かっていう話はね、一旦シニアフェーズがね、まあどういうものか見た後にね、最後でここ戻ってきて解説しようと思います。で、シニアフェーズからはですね、進みたい方向によってキャリアのね、方向性がね、まあ職位というか、まあ役割がいくつか分かれてくるイメージです、僕は。テックリード、スペシャリスト、プロダクトマネージャー、エンジニアマネージャーと。で、まあ、これ以外にもあるかもしれないんですけど、まあ、年収600万円以上が出るっていうのだとね、大体どこかこのあたりの役割を担うことが多いかなと思います。ちなみに、この役割っていうのは一つだけを担うというよりは、複数のことをね、担うこともよくあります。で、もしこれ以外の役割でもね、もっともっとあるでしょうっていうご意見あったらね、ぜひぜひコメント欄の方で教えてください。で、それぞれ何かというと、テックリードっていうのは、まあ、技術でね、リードする人ですね。で、スペシャリストっていうのは特定技術の専門家になります。で、プロダクトマネージャーっていうのは、プロダクトの進む方向性を決める人ですね。こちらね、企画寄りのポジションになってきます。で、エンジニアマネージャーっていうのは、エンジニアチームのヒューマンマネジメントとか、あとはね、ある程度大きな規模のプロジェクトのね、プロジェクトマネージャーとかがこちらのね、エンジニアマネージャーという形になってきます。で、シニアフェーズ以降のキャリアパスなんですけど、ここはね、自分がね、その出してきたインパクトの大きさとか、実績の大きさ、影響力の大きさっていうところで、なんか僕の中ではステップがあるようなイメージです。例えばね、まあグループって何かっていうと、まあ大きなサービスをやっていて、そういうの検索グループとか、グロースグループとか、まあ UX グループとかあったとして、そういったグループ単位、このグループ単位のところでこういった役割を果たせると、年収600万ぐらいのイメージですし、それがね、まあなんか部門であったりとか、例えば事業部とかね、まあ、事業部のところとか、もしくはサービスね、その特定のサービス全体のところとかも、こういった役割を担えるようになると、年収はまあ700万円台ぐらいのイメージ。
で、それがね、今度影響力はさらに前者とかさらに業界とかまで来ると900万円台以降みたいなね。僕はざっくりとそんなイメージを持っています。もちろんね、このちょっと枠組みはね、スペシャリストとかだとちょっと当てはまりにくかったりとかするんですけども、まあ、基本的にはその専門性の高さであったりとか、あとは影響力の大きさっていうのがどん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 大きくなるほど、それにつれてね、ステージも上がっていくっていう形になっています。なのでね、こっからね、正直スキルがね、上がると年収も上がるっていうよりは、そういった影響力とかをどれだけ持てるかとかの方がね、結構重要なフェーズかなって僕は思います。で、ちなみに僕はこれでいくと、プロダクトマネージャーとエンジニアマネージャーを、兼ねているような形で、で、どちらかっていうとね、プロダクトマネージャーの方が比率として強いようなそういったタイプになります。で、一つのサービスの、まあ、プロダクトマネージャーをやっていたので、場所で言うとここですね、年収レンジで行くとこの700から900の間、まあ、正確には僕850万だったんですけど、まあ、そのあたりに、ここら辺、ここに、ざくしているような形になります。で、このシニアフェーズに入れるかどうかっていうのはね、ジュニアからシニア行けるかっていうのはめちゃくちゃ大きな壁があるんですよ。一つの大きな分岐点なんですよね。500万円台止まるか、それとも600万円台以降も進めるかっていうのは、ね、すごく大きな分岐点にあります。じゃあね、この大きな壁を乗り越えるために何が必要かっていうと、まるこの人にならこれを任せたいって思われる明確なポジションがあるかなんですよね。明確なポジションをその人が持っているかっていうところなんですよ。例えばね、設計やアーキテクトするなら〇〇さん、セキュリティのことだったら〇〇さん、〇〇さんといえば企画が強いよね、〇〇さんといえばマネジメントが上手だよね。周りから見て、この人ならこれすごいよね、この人にこれ任せたいってね、そういうふうに思われることがね、とても大事なんですよ。なんとなく目の前の仕事をこなすだけだと500万円台でね、止まってしまう方がとても多いんですよね。運よくアサインされてこのキャリアのね、どれかの道が開けるっていう方もいらっしゃいますけど、とはいえね、このどれかもしくはね、複数のね、ポジションをね、意図的に狙っていくっていうのがね、キャリアを自分でコントロールする秘訣になります。キャリアにはね、まあ、こういった大きな壁がね、いくつもあるのでね、それをね、事前に知った上で日々の業務に取り組めるとね、キャリアのその壁に詰まることがね、ぐっと減るんじゃないかなと思います。ちなみに今回のね、このキャリアのね、ステップっていうのはですね、複数の企業さんのね、評価制度の話聞いてみてですね、その中から大体まあ結構共通している似ている部分が多いかった部分をね、抽出して書いております。なのでね、まあ企業の評価制度に合わせてちゃんとね、キャリアのそのスキルのステップとかをね、積んでいけばね、当然評価も上がって年収も上がるよねっていう構造で今回は作っております。今回のお話どうでしたかね。少しでも参考になった、面白かったという方はですね、高評価やコメントいただけるととても嬉しいです。次回はですね、技術的な負債がすごいね、ひどい環境の中でもどうやってキャリアを築いていくかっていうお話をね、していこうと思います。最後まで見ていただきどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。